マニュエル・オランテス・コルラルは、スペイン・グラナダ出身の男子プロテニス選手。1970年代から1980年代前半にかけて活躍し、1975年の全米オープン男子シングルスで優勝した。左利きの選手。シングルス自己最高ランキングは2位。ATP ツアーで、シングルス33勝、ダブルス22勝を挙げた。 身長1 7 7トル、体重7 5ラムで、男子テニス選手としてはやや小柄な体格だった。オランテスが登場する前、スペインの男子テニス界は、マニュエル・サンタナが君臨していた。サンタナは1960年代に四大大会で、4勝を挙げた名選手である。その、サンタナの後に続く選手として、オランテスが活躍を始めた。 1968年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップスペイン代表選手となる。1969年、オランテスは20歳の時に地元スペインバルセロナの大会で男子ツアー初優勝を飾った。1972年頃から彼は世界のトップレベルに躍進し、1973年に世界ランキングを自己最高の2位に上げた。 1974年の全仏オープンで、オランテスは初めて四大大会の男子シングルス決勝に進出したが、当時18歳になったばかりのビョルンボルグに6から2、7から6、0から6、1から6、1から6のフルセットで逆転負けを喫した。最初の2セットをオランテスが選手した後、第3セット以後は若きボルグが一方的な試合展開を進め、オランテスは 全仏オープンでは準優勝に終わった。彼のテニス経歴で最大のハイライトは1975年の全米オープンで訪れた。この決勝戦でオランテスは大会に連覇を目指したジミー・コナーズを6から4、6から3、6から3のストレートで圧勝し4大大会初優勝を飾った。この年は男子ツアーでも年間10勝を挙げ1976年にも 年間7勝を記録している。1977年には日本のジャパンオープンで優勝した。その後もオランテスは息長く現役を続行し、デビスカップでは1980年までスペイン代表選手を務め、1982年にイギリスボーンマスの大会で最後のシングルス優勝を飾った。1984年のシーズンを最後に現役を 引退し、現在は、テニススクールを経営して、後進の育成に携わっている。オランテスは2012年に、国際テニス連動入りを果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。